来ていただいてますね。ありがとうございます。さあ道さん、まさかの大会2連覇にリーチ。それもくじの結果とはいえ相方の手を借りずにっていうね。では試合の方を見ていきましょう。さあここでラピメントは先に張ったのはレギュクラリーチェアイクライスですね。さあコンボをしながらも吸われていくリブーサはさあ回避している。林当たり方がカウンターヒットしてでも入れ替わってたのでコンボがつながらず、さあ爪爪ラピメント爪、あのコンボ個人的にずるいなって思う。さあリブルサからきっちり落とさない。日本選手はレギュクラリーチェ。さあ総裁服のジャイン落として、さあ上詰めで反撃3コンボ体力ちょっと逆転。さあ2位対決しっかり花の右で締めて、さあゲージがあったらまだ手の持ちたいところだったが、耳に刺さっているがここはジャンプキャンセルで様子見していた。さあここはクラリーチのぶっ込みがかって、さあまだ死なないが何を刺していいかなかなか難しいところ殺しきれず、あここで置きジャイン引っかかってしまう。勝ったのはレギュクラリーチェ。大将出てくるはザビールさんエコ。大将 2P 側レゲさんのチームメイトカリスさんのリリカーですね。お姉様のぬくもり。さあこれは以上勝利演出が長い。ゲームオーバラビ様のカードネームが愛に溢れすぎてて困んねんけど、はい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 、あ、なるほど。エコ使いにカオスコードっていう名前とデモンブライドっていう名前がいたから俺は豪傑一族専属よなど。なかなか愛の溢れる。でも豪傑一族やってるわけでもないな。ラビ様強いんだ。あ、ラビ様ちょっと見てみたい気もする。すげえ。はい、そんな、豪傑ジースと専用専属用のエコー対するはシンクの稲妻カリスリリカ。さあ何か間違えてしまったと言ってしまっているが、さあ新王子様が強い。古賀さん強いよ。古賀さんこれはきっちり竜巻を見てから避けていく。よく見ているジャイン。そしてあ、カリさん、やっぱホーミング攻撃の差し方がめちゃくちゃうまいですね。さあ、ジャミー、ピッチリノーガーさん、ナイン。さあ、バーストの乗せで一歩の選手はカリス・ビビカ。いい、ここは破産。おっと、たまには楽しいスタイル。さあ、しかし、その場合、代償はバースト。下ろして。さあ 2B が強い。なかなかエコの 2B にリリカの 2B が勝つのはなんか珍しい気がしますわ。先に出していたのかな。やっぱりお絵かき。さあ音ではないのでカセットは使えない。うわお城 4D ですね。エコのお城は総裁後だったら 4D でかわせません。さあ警戒してきっちりガロシル。これはジャイン A 刺さるがマリオライフォーミングきっちりフォロー。さあアドリブでごまかすスキルが高い。このゲームのごまかしは超重要ですね。このゲームに限った話でもないでしょうけど。
さあ、キッチリジャムコーディー、また刺していったカリスリリカが先制だが、ここは届かず、ジャンピーでとどまるも、その隙をキッチリ見逃さない。さあ、距離によるか、あの追撃は。あと、押してもらったら隙をさらってしまう。さあ、ジャン A、E が出る前にリリカのジャン A が発生勝ちで刺さっている。厳しい状況。これは刺さって、しまって、決まっている。ゲージもあったので少女のも打てたでしょう。勝ったのはカリスさん、レギさんチームとなります。はい、では、決勝戦三決なしなので決勝戦いきます。今の勝ったカリスさんレギさんチーム対ミチさん一人チーム、あちらにいらっしゃいませ。では、念のためじゃんけんの方お願いします。はい、はい、一人チームなので先方後決めゲームもクソもないということで。はい、さあ、ミスターの大会2連覇がかかった試合となります。遠いところ東海から、今大会お越しくださいましてありがとうございます。さあ、見ていきましょう。決勝戦、ミチさんチーム対レギさんカリスさんチーム。さあ、ミチさん一人チームでライフ2だけど、ここまでライフ減らしてないですね、そういえば。さあ、その初めてのライフ奪う人になるのか。さあ、上爪が鬱陶しいと。さあ、上から鏡降ってきて、さあ、キラクラ画面刺していって、ミルワール落として、さあ、赤いが繋がっている。さあ、ブレッザーからカウンター取っていく。最後はファスマ。さあ、やはりキャラ差が強いか。おっと、わー、発生勝ち。なんかサンフレかなんかでしたってね、あの爪のチョイス。そして ES から毒付きコンボ。さあ、受け身狩りをしようとするも受け身警戒している。さあ、爪 4D、 じゃあ爪に出してガーテンから回して、ここはバレストラ。しかしバレストラのガードが間に合う。さあ、ハート目見えない、拾えない、拾えないが反応するため十分。おっと、さあ、このラウンドで決めるつもりか。まさいでいくが、ブレッザの硬直が大きすぎる。後ろからいただきます、余裕でしたと。さあ、バーストを吐いてしまって厳しい状況。さあ、リブルサー警戒して、そう伸ばしているが、3発目の 2G が使ってしまう。さあ、総裁戦アキラも十分強い。 4C よく見ていた。熱波から読み勝ったのはミシキラ。表、さあ、まずは先鋒戦を制していく。さあ、このあとミチさん対カリスさんの対照戦となりますけど、カリスさんが勝った場合、決定戦のミチさん対カリスさんが始まります。さあ、決勝戦の対照戦、マキラ対ツミリリカ。カリスさんもここまで確か負けなしなので、どちらかが初めての敗北を喫することになりますが、それで大会の優勝も決定してしまうのか。さあ、まずは先鋒を取っていたのはカリス・リリカだが、クイックエアジャーインが使ってしまう。さあ、ホミングさせてお互い警戒している。ここで先に掴んだのはミチキラ。フラマゲ決めていって、まず4割ドーン。西、当然相手も警戒しているが、ここはバンカー見てから 4D をしているが、ここは刺さっている。さあ、痛い状況、しかし欲しいタイプ。そしてガーストのガード、よく見ている、画面を見ている。リリカスタイ、僕とは違うっすね。ここで
さあ画面端のさあややこしい攻防だろ、間に合ってない、総裁負荷、総裁負荷だったのね。これはバーストチカン、やってしまったか。これでゲージ入ってもまだ死なない、もう一回余命が発生する。ここで積み玉めんどくさい、めんどくさくて、さあ掴んでいるフリップ。さあキラスカイにとってはフリップの発生15フレというのがちょっと総裁の切れるところ、厳しいところ。ゴールで様子見から、さあマエストラ、マエストラって何やって、さあ積み玉上っか、崩し能力が高い、積み玉の強度は崩しには結構ね信頼度高いですね。さあ積み玉よく設置して攻めさせないぞと、まだ負けたくないと言っている。さあ体力1割やだ負けたくないとこすっていた理解点が入っている、この男負けないさあ共に経過してジャンプで様子見、慎重にならざるを得ない体力差。さあリリカが空中走最後に競り勝つのはなかなか難しい。ここでさあ回すと潰してなかった、いや本体は殴ったけど発生が保証されていた一つで決着がついてしまう。さあもうちょっと早ければあの弾も発生しなかったかもしれませんね。ということでこれでチーム戦としては 1-1 なので決定戦になります。組み合わせは同じです。さあここで本邦初公開、初登場のミチキラカッコライフ2。さああるから変わらず、さあ最後の試合となります。勝った方が優勝、見ていきましょう。まず先鋒戦制したのは、先鋒戦じゃないわ、先手取ったのがミシキラ。さあワンコンボでローバーリー、この火力差はさあリリカにとっては相当厳しいが、さあ 2C のリーチが足りない、 2B 先端だとね入りませんね。キラの伸びたクライハンディに当たったってのもあるだろう。今日ここでミルがあるからきっちりダメージアップを測っていく。電子リュール落として、さあここまで、ここでやっと赤だが、その後行くのが怖い。さあ引っかかりには引っかからないよと。さあここからでも負けてしまう怖さがあるのがこのゲーム、やだ負けたくないと。さあ上から降ってきて、総裁負荷で降った西木良が一本選手リーチかける。さあリリカ側もアルマゲ警戒して 4D 越するだろうことを警戒して、西木良もなかなかフラマゲを打てない、どこで打つかのじゃんけんをせざるを得ないが、おっとここでさあジャンシーがなんとか妙な当たり方して、さあ早めのバースト、あっとこれはフラマジ入れてしまっていたがために痛いことになってしまった。立ち絵広い、バストはまだ履かない、さあこれで2回転投げを決めれば勝てる体力にはなった。バスト入っていく、さあ状況を作るためにも仕方なかったか。さあ前ガーキャンの無敵が綺麗なところに、さあサルバージの尻尾刺さっちゃって、先手はカリスリリカ、そして状況作りしていく、きっちりホーミングから拾って HD の3青い、さあホーミングじゃなくてフリップが扱ってなんとか1名取り留めた的な状況、毒つけてデシリュール、まずは4割と毒で取り返す、ミシン間に合わない、なんか着地コースも減ってる気がするんだけどな今回。おっと決まっている、いやまだ生きるかもしれない、罪の防御力は高いが生きている。さあどうする、最後の読み合い、キルガーのバーストはここで回復、バースト間に合わないが、さあ長者の目取っていく、まだ生きるよ、まだ生きる、積み玉、さ
攻め入りたい。ミルワール後ろ、さあバースト擦って間に合っている。次触れたもん勝ち。どっちだどっちだ、あーと間に合う、復帰間に合う。ジャンビーここで持続の長いジャンビー刺していたカリスさんのチームが優勝となります。おめでとうございます。はい、いい勝負でした。はい、じゃあ、今大会、ランダム2オーツ皆さん長いことお疲れ様でした。多分1時間も半も経ってないかもしれないけど、優勝がレギュさんカリさんチーム、2位が、道さん1人チーム、そしてベスト4がザビールさん、ライジョーさんチーム、淡地さん、マセルさんチームとなります。おめでとうございます。皆さんどうも、長いことお疲れ様でした。これより、大会の方の使った台の試合に戻させていただきます。ランダム2オーツの方これにて終了となります。お疲れ様でした。ありがとうございます。